そこだけおそらくね深いところだと思うんですけど、ものすごい量だねこれね。もう今ちょうどようやくね、ちょうどうちの前だけああやって冠水してましたね。40センチぐらい出たんかな、あのなんとなく深さというか感じっていうと、まあライトで当たった具合で見えたかどうかっていうところぐらいですけど、でなんか今ね、避難勧告が出たんですよ、レベル5ぐらいで。でどんな感じなんかなと思ってとりあえず様子見で見てみたんですけど、なんか普通に人歩いてるし避難っていう感じでもないんだよね。あ、でもちょっと待てよ、土手まで来てない感じですね。土手下1メーターっていう感じかな、見えるかな、ちょっと待ってね、見えますかね。かなり音もすごいしね、家まで音聞こえてくるんですよ、この音が、ザーって音が。これもっとすごかったんだろうな、さっきは。もう今雨もね、小雨になったし、とりあえず量はやっぱり半端ないですね、この量は。初めて見るくらいだけど、明日また晴れて日がちょっとね出てきて、朝一で取ってどれぐらいまで水残ってるかってところですよね。まあとりあえず一安心というかね、うちの方の冠水がこの多摩川の影響じゃなかったっていうのがね、一番のまあ安心したところというかねではありました。で今野川ですね、左側野川、町田橋を渡りますが、
さんになったらね、おそらく半分ぐらい引いてると思うんで、明るい時に撮れないと思うんですけど、ね、ちょっと、ね、今暗くて見えなかっただろうね。この先で、町田橋のところ入ってくるところで車3台も入ってきたから、あれもしかして避けてきたっていうか、その逃げてきたのかなっていう予測も立つんですよね。まあ、とりあえず会社というか、まあ、お世話になってるところにちょっと行って、まあそこはマンションだからね、行ってもどこに問題はないと思うんですけど、まあちょっとちらっと覗いてみて、帰り際にのがちょっと見てって感じですかね。今これ下がこれ線があるとの分岐なんですけど、さすがにちょっと見えないですね。工事やってんでね。写真撮るに来てる。撮るわな、あれは。とりあえずね、この先、まあ、上流でね、吉祥寺の方とかあっちの方とかで見